はい、えー、本日は食の研究というか食の世界の研究の日でございますで本日のお題はインドカレー店で働くネパール人の謎ということでやっていきますけども私ね実はね最近激増しているインドカレーの店、ね、あれのファンなんですけども女性と食べに行く時は大概インドカレー店をよく利用するんですね まあ、母親と行く時も大体こういうとこも,もそば屋に行くかそれともね、まあ、このインドカレーのとこ行くんですけども老齢のね母もねよく連れて行くんですけどね、えー、お気に入りという感じなんですけども母も、まあ、友人連れてって、まあ、70歳以上の、ね、おばあちゃんたちにもね気に入っていただいてるということですで近隣のねカレーインドカレー店はねもとより、えー、広範囲ね 足を伸ばしているんですが非常に気になっていたのが1人としてインド人店員がいないっていう事実なんですね全員ネパール人なんですよで各店でインドの方ですかって毎回聞くんですけど決まってネパール人なんですねだから大体聞くときはあやっぱりネパールの方ですか、はあ ネパールですって感じですけどねまあそういう返事来るんですけどまああのちょっとそれでその日はねあまりお客さんいなかったんでっていうか我々しかいなかったんでちょっと質問してみたんですけどもあのネパールの料理はインドの料理と同じなんですかっていう質問したんですねそしたら「い,いえスパイスは使うけど違う」 カレーならばあネパールのカレーはもっと水っぽくてさらっとしているとスープカレーみたいかなと聞いたらスープカレーうーん分かんないけどスープみたいな感じですねとそんな感じでしたねであと○○駅の近くの店とメニューとかねまあ味とか似てるけど関係はあるのかなと聞いてみるとうん関係ないですと あ、関係ないんだとあれと思ったんですけど日本でインドカレーをすると儲かるっていうまあそういうビジネスラインがネパールにあるのかなと、まあ、非常に興味が湧いてきたんですねまあ日の暇そうだったんでねあのもう少し話をしてもいいかなって聞いて質問してたんですけどもなんでインド人じゃなくてネパールの人ばっかりなんですかねと そういう圧戦があるんですかって聞いたらあるんだっていうことであの就労ビザのねあのブローカーがいるとそしてあのタンドルガマ1台につき4人分就労ビザが降りて働けるんだっていうまあそうかということでねとにかく中仲介業者がいるっていうことなんだってことですねそれでどうやって店を開いたのか資金はどうしたのか っていうのは、ね、やっぱ聞きたかったけどさすがにそこまで、まあ、聞けなかったんでねいろいろと後々調べてみたんですけどまずインド人が海外で、えー、開店できるカレー店っていうのはね、まあ、インド政府がねライセンスを発行しなきゃいけないというでまるで古武術の免許開伝みたいなんですけど。 インド人が、あのー、日本でカレー店を開くっていうのは非常にハードルが高いんですよね。あのー。で、インドっていうのはね、いまだ厳しい階級制であるカースト制度っていうのがあるので、身分がよっぽど高くなければ海外に行けないんですよ。で、しかもね、上級国民っていうのはね、生活が保障されてるから、まあ、厳しい料理のね、ライセンスを、 インドで取ってで海外に行ってわざわざ失敗する可能性もあるねカレー屋さんをする必要がないんですよだからインド人がカレー屋をねやる必要がないんですけどましてやまあ店員っていうのはね、まあ、可能性ないんですよね、まあ、例えるならばね皇族の方とか高度なね IT の技術を勉強してきた人ねあの大学に出てね,、まあ、ねインド人すごい優秀な人多いですからね まあそういう立場をね捨てて海外で小さな店で店員をするってことはありえないんですよねインド人は本当に上級国民しかいないからあの店員やるってことはないんですよ日本で、えー、インド人がね経営するインドカレー屋が非常に少ないというのはそういう理由らしいですねでしかもねよくよく調べてみるとインド料理にカレーなんてものがねなくてカリっていうスパイス料理の総称 うん、スパイス使ってるのはみんなカリなんだそうですねで観光客のために、ね、カレーがインドにあるはあるにはあるんだけどそれは観光地に限ると外国人用に、まあ、カレーライスって言った方が、まあ、食べてくれるさらにねナンという料理うんあれもねインド人の大半知らないっていう事実があって、まあ、何しろねタンドール釜っていうのはかの地ではね高額商品なんですよ なのでで一般家庭で作れるわけがないんですねなんだろうね、子どもの夢をね壊すみたいですけど極論するとカレーライスなんてものはインドとは無関係で日本料理だったっていうことになりますね日式カレーのできるまでっていうのはいきさつはちょっと本当に別な感じでインドでカリーを食べたイギリス人たちそれがスパイスをイギリスに持ち込んで西洋料理のバター小麦粉 牛肉、豚肉を入れて煮込み、そしてね、あのフランスのスープの技術を取り入れて、欧風カレーとして日本に持ち込んだと。で、さらにね、器用な日本人はさらにカツカレー、で、日本人好みの、うん、さらに研究したさまざまなカレーと、で、日本式の料理を混ぜたカレーライスっていうのが、次々とね、出来上がったという。まあ、言ってみれば、 それが日式カレーですねで特に家庭用にね固形のねカレーの素を作ったっていうのは国民食としての存在意義を高めたっていうことになりますね。で話を元に戻しますとインド人はね、えー、海外には行けないっていう理由は今言った通りなんですけどネパール人はね、あのー、海外に自由に稼ぎに行けるんですよね。まあ、そのフットワークの良さのために何を考えたかっていうと まああの日本で稼ごうと、まあ、考えるわけですねで彼らは年収の3.5倍ぐらいの金を借金してブローカーに払いそして日本に来るんです、まあ、日本人の感覚で言えば1500万ぐらいですかねその際にはなインドでまず修行するんですねで技術を身につけそして就労ビザの取得に関してですけどタンドルが1台に4人雇える いうまあ日本の決まりがあるんですね。それはねあのカレー料理の技能があるっていう証明がタンドールガマっていうのにありきでえー、技能ピザビザっていうのが降りるんですよねそれで。うん。タンドールガマがあってそしてえー、技能ビザそれからインドカレーの技術習得。 この3点セットがあれば、働けるっていうことなんですけどね。まあその時に、まあブローカーが真ん中にいて、大きな金を取ると。で、しかもね、あのー、タンドールガマにはブローカーがまたいて、どれだけ取られてるのかわかんないですけど、通販で見るとね、タンドールガマっていうのは日本じゃそんなに高くもないので、相当ぶられてるのかもしれないですけどね。ただね、 えとインド料理をね日本で売るっていうことで、まあ、日本で働けばねネパールの約10倍の収入があるので、ねまあ、とにかく借金を一生懸命働くっていう、まあ、そして完済、まあ、したら <laughs> その後は貯金送金という形なんでしょうけどね、まあ、とりあえずね、まあ、総合的にいや、まあ、インドカレーの店で、ね、働くネパール人の人たちっていうのはね、うん、技能を身につけて技能ピザを あし正式にね取得した人たちなんですねでだからわけのわからないチンピラじゃないし不法侵入者で不法入国者でもないってことですねだ,ただけどあの日本で働くのでね借金はね結構短期間で返済できるのかもしれないですねでとにかく、まあ、インドカレー店で働いてるネパールの、ね、お父さんたちは単身でね外国に渡ってまあ後のない状態で 生活のために働いてるんだなっていうふうに、まあ私としては認識がね、変わったっていう感じですかね。うん。まだまだね、ちょっと深い闇みたいのもあるかもしれないけど、まあその辺については、触れませんけどね。うん。ただ、あの、働いてる人たちは、あかなり、搾取されてるかもしれないですね。だから一生懸命働いて頑張ってくださいっていうふうには、 思ってはおります。本日はね、インドカレー店で働くネパール人のね。謎について研究いたしました。はい、ご清聴ありがとうございました。